フリークアウトとスーパースターペンデュラムライドは固定された支柱にぶら下がった乗り物が振り子式に揺れ動くタイプのアミューズメントライドである。日本ではフライングパイレーツとして知られる海賊船が振り子のように揺れる乗り物はペンデュラムライドに含まれる。この乗り物はゴンドラとアームと車軸から構成されている。アームの片側は振り子の支点となる車軸に固定されており、 反対側には乗客が乗り込むゴンドラがついている。いくつかのタイプでは、アームは支点の車軸を突き抜けて、ゴンドラと反対側にはカウンターウェイトがついているものがある。このカウンターウェイトはゴンドラが逆さになる、倒立心士の動きをするために用いられる。ゴンドラが前後に揺れる、振り子の動きに加えて、ゴンドラがアームを支点に回転したり、 車軸の視点を中心に位置回転したりするバージョンもある。ペンデュラムライドの駆動方式は2パターンある。一つは直流電動機を連続して配置し車軸を動かす方法で、もう一つが車輪がゴンドラを押す方式である。ペンデュラムライドに分類される乗り物の一覧。ありがとうございます。